ん？なになになに？ん？これ何？どうしたの？え、あ、ご飯に乗せたの？お、いっぱいあるじゃないですか。いや、これはわからない 何もないならわかるけどね。卵、え、卵焼きオンザライス？あれ合ってるよね？英語、文法的に。間違ったらごめんなさい。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。Nintendo Switch は滑るダウンロードタイトル中心に本位で実況しております。YouTube のチャンネル登録、よければお願いいたします。それじゃあ、木曜日になったので新作いろいろ出たんですが、今日はですね、ちょっとお腹空いてるところに惹かれたところもあったと思うんですが、インベントっていうね、お弁当を作るパズルゲームやっていきたいと思います。よろしくお願いします。最初はどうやらスマホで出てたゲームの移植なんですよね。まあそんな感じなんですが、猫がお弁当を作るとても可愛らしいゲームなのでやってみましょう。いきまーす。まあ、お弁当といってもですね、パズルといったそのゲームのジャンルの都合上全部四角になってるんですが それがちょっと不思議で面白いななんて思っております。はい、じゃあ、これ猫ちゃんだよね。お、なになに？これね、今コントローラーを揺さぶると、ちょっとなんか傾くんだけど、なんだこの様子。面白いな。これジャイロ対応してる。すごい。なにこれ まあいいや。まあ、本編とはそんな関係ないと思うんですが。お、動きますね。で、猫ちゃんも、お買い物をするんだな。あ、お母さんか。そうだよね。お弁当考えてんのかな。偉いですね。魚とかそのままかぶりつきようとそうなもんですが。あ、面白い。なんか動く動く。まあ、そんな導入ですかね。ありまして。え、これ何ですか？お米？ なんだこれ。え？お米かな？まあ、これ鮭ですよね、きっとね。まあ、これに鮭に見えるのもすごいけどな ちょっとさ、お母さん、まあ、料理始めた、お弁当作り始めたのいいんだけどさ、いわゆる可食部っていうかさ、食べる分ちょっと削りすぎじゃないかなと思ってるが、まあ、これはパズルゲームですから。で、右みたいにすればいいんでしょう。おー。まあ、僕、ご飯は大盛り派なんで、これぐらいでもいいんですが、このお弁当出てきたらちょっとびっくりするよね。まあ、僕、卵焼き好きだけど。はい。ん？なになになに？ん？これ何？どうしたの？え、あ、ご飯に乗せたの？お、いっぱいあるじゃないですか。いや、これはわからない 何もないならわかるけどね 卵焼きオンザライス？あれ合ってるよね？英語、文法的に 間違ったらごめんなさい。さあ、入れますか。これはまとめて入れようと言ってます。入れようか。これは？お、LR で回転するの。まあ、めっちゃシンプルだよね、今のところはね。あれ？これでいいの？ちょっと待って、ちょっと待った。こうしとかないとダメだよね。はみ出すなって言ってますね。回転の要素がある。ん？白にしろ。あ、ちょっと待った。こうじゃない。つまりは こうやった後に、卵焼きオンザライスをしなきゃいけないと あ、まあ、かわいい。もうすべて許そう。よかったですね。で、2面らしいです。お、今回はフル卵焼きにしようと。なるほど。で、そういう時はこうしなきゃいけないから、これは鮭オンエッグをすればいいから、なんでそこサーモンとかじゃねえのって話なんだけど、鮭オンエッグです。これは、まあ、これがどっちにしろ一回、その、邪魔をしないようにここに置いて、ん？ん？ん？なになになに？あ、これ回せないの？え、なんで？ちょっと待った。ん？なんで？回せる回数、あ、そっか、これはこれ回せないんだ。上に、四隅に黒いのついてると回転できないんだ。へえ。ってことは、後でやんないとなのか。じゃあ、これ置いて、白くしたいんでしょ？こっちを。これで、あ、いや、ん？え、え？ちょっと待って、考えよう。いや、そんな考えることないか。お、ライスオンザライスをしなきゃいけないのか。かなりギュッと詰めてるんだよね。お、これトマトじゃない？あ、ちょっと考える様子出てきたな。
卵は、もうこれ回転できないし、卵1個しかないからここに固定でしょ。ただこのタイミングでよかったかな。自信ないぞ。うわ、ちょっと待って。これこうじゃない？これこうのこうの、こうじゃないですか。できた。お、ちょっと考える様子出てきたな。お、なにこれ。これ回転しかないでしょ。チュートリアルかな。鮭と卵が近すぎる。ここまでを固定として、まあこうかな。あれトマトだよね。あれ僕ずっとトマトって言ったっけ。なんか違うことを言ってた気がする。すごい怖い。こういうのって編集するときになって気づくんだよな。おっかな。これなんだけど、あ、これ固定か。じゃあ固定から、あ、でもこれも固定じゃん。いや、いいのかそれで。いや、違うな。これが結局、これぐらいの気持ちにしておかないといけないから。これでどう？入った。へぇー、すごいパズルですね。これは全部回転使っていいんだけど、卵の置き方ポイントだな。まずこうしておいて、ごめん、卵じゃない。ご飯。もうぐちゃぐちゃになってるな。発言が。ここはこう、こっち。固定になるかな。いや違う、その前に、いや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 、こうか。いや違う、鮭こう入んないといけないから、あ、うーんとね、こうか。ちょっと待って、こうじゃない。あ、結構面白い。ちょっと待って、ね、これはどうしても運命としてこれを避けられないから、卵を置いて、あとお米の詰め方だよな。あ、鮭か。鮭のポイントだよな。これでもいいのか。鮭は生かすしかないから、後の方がいいかな。卵の形的にここに置かなきゃいけないか。ライスオンザライスして、ちょっと待って、これを回転させてどっちに入る？こう入る？じゃあ、こうか。あ、できた。お、ご飯の T 字路ですね。となると、まあ、こうしかまずポイント T には作れないから、おや？ん？ん？ん？あ、そっか、いや、上はこれ、ここで固定なんだ。ごめんね、鮭ここでしょ？卵ここでしょ？あ、まあ考えることもなかったわ。おめでとう。やりましたね。頑張りましょうか。もうちょっとやります。あ、あれはさ、どこだろう。え、ピーマンかな？いや、野菜炒めかな？なんだろう。いや、もっと下がよくわかんない。何あれ。多分あの、固まってないならわかるんだけどさ、これなんだ？え？まあいいや。家変わりです。家変わり。新しいテクニックだね。いや、あれ何ですか？え？ごま？ごまぶしたなんかかな？え、わかんないわかんない。唐揚げとか？いや、違うよね。わからんわからんわからん。いや、ちょっと待って。もう一つのやつもよくわかんないですけど。入れ替えでやってねって感じでしょ。入れ替えを回転させることもできる。こうだよね。緑はピーマンだと思うんですけど、これは固定させる場所として、こうか。お、なるほど。ちょっと頭使わないといけなくなってきたな。順番も重要。移動、こうかな。うん、真ん中生かすしかないもんね。やばい、食材がないかわからない。ちょっと待ってね。左上のやつは生きたままにしなきゃいけないから。と考えると、最初に入れちゃう作戦。ああ、割とシンプルな発想でよかった。これはなんだ？これってさ、回転無理なんでしょ？回転無理。ピーマンの場所がポイントか。
正直、緑、これがもうこうなってる以上は、これがここに入るのも確定のはず。で、これが下に入るのも確定のはず。あ、まあ、もうそうなると消去法だな。こうだよね。うわ、一面同じ食材だと、ちょっとパワーありますね。え、何これ、回転そう、これ何が変わるの？あ、そこが変わる。対岸が変わるんだ。つまり対岸変わるけど、対岸をこうできるでしょ。卵と赤いやつみたいな、本当にもうそれだけだな。少しこうじゃないか。そうだよね。ちょっと赤いの何あれ？え？ 梅干し？違うよな。え、なんかわからない、あれ何？ お弁当を作ってるはずだったのになんかよくわからなくなって怖くなってきた。ちょっと待って。これは全部入れ替えでやると。まあ。そんなに考えることでもないか。こうだよね。さ、この面も終わると思いますが。パズルはね、ちなみに100個ぐらいありそう。100個以上とは書いてありましたね。これは、まずは赤を移動させた方がいいか。赤移動させる。で、こいつももう移動かな。で、ちょっと待ってね。これをあとは横に配置して、これでいいか。よし。あ、割と四角にやるように作ってんだな。子供ちゃん元気だね。かわいいわ。で、やっぱご飯とトマトだよね、あれはね。オッケーオッケー。すべて四角くしていくスタイル。ん？これは何？上に上がるの？おお。下の食材本当にどうなってんだろう。まあ、やっぱギュッとなってさ、詰まってんのかなと思うんだけど。これは強制的にもう移動させちゃうくらいの気持ちでいいかな。考えることそんなないよね。よし。これは、ピンを置くこともできる。これは回転無理です。となると、ここしかないか。まあ、こんなもんですかね。あー、そっか。重なったお弁当ってどうなってんだろう、本当に。わけわからない世界ですよね。お、ちょっと待ってよ。これは、あ、パズルも気になるんだけど、一体下のベースになってるものが何かわからないっていうのは怖いやん。不思議なものをなんかずっといじってるね。すごい変な気持ちになる。こうやって、これはスッとこのまま入れちゃっていいでしょ？え？ちょっと待って、ああ。あれ生かし続けなきゃいけないのか。ピーマンは消しちゃいけないから。となると、移動に全部使う感じ？あ、当たった。こうだよね。よかった。パズル苦手な僕でも普通に解けててよかったです。ここら辺は。お、これは、上から構成するわけか。ピーマンは消してはいけないから、3つ並べるのどうすんだろう。やっぱずらしに使うのかな、こういう時って。ずらし。これを入れたおかげで、まあ、ここは、これは最後の締めでもいいか。待てよ。ってことは、ピーマンをやっぱずらすんじゃないか。こいつで、これピーマンかな？チンジャオロースかな？今更気づいたんだけど どっちだ？自信がないぞ。そっちの解説の方が欲しい。できた。この辺りも想像にお任せしますって感じよね。ダブルで下に落とすやつが出てきました。
いや、でもこれは考えることないよな、きっと。こうやって、これしかないよね。ふぅ、4の7面です。ピーマンは追加する必要があるか、ダブルでスッと動かす。これがどこか。これは回転できるのか。ただ方向が変わるわけじゃないから、連なるわけではない。これ、欄外に出してどうなんの終わる？待てよ。下に持ってく。よくわからん。ちょっと見た。あ、まあ、割とちょうどいいから、これこうやって。あれ？いや、いいか。ん？ピーマンこうやって。いや、でもこれダメだよな。隙間できちゃうもんね。この発想合ってるか。ピーマン消しちゃダメだよね。あ、じゃあ下残したままいけばいいんじゃない？で、ピーマン入れて、これで終わりと。よし。お弁当作りも頭いりますね。そうね。赤は必ずというわけじゃないが、ここら辺のセッティングを想定するか、そうなるとピーマンはどうやって持ってくって話だな。ただ、どこかに入れなきゃいけないから。でも、こんな置き方はできない。できない。うん、わかった。あ、でも、ピーマンここにもあるのか。先に置くのか。先に移動させんのかな。ダメだな。ここは連続しないとそもそもいけないから。ピーマンは2個必要なんでしょう。2個必要で。そして、このブロックの下はいらないのか。埋めた状態作るの難しいな、これ。まあ、こうやると上の、なんでしょうね。点々のやつは、場所パッと合うんだけど、近いの、割と近いの、これか。だからこれだと移動した後に、何もできないんだよな。そうなんだよね。集約はできる。むしろ、無駄にしない方向か。移動。ちょっと待った。これで、お、やった。なるほどね。できた、できた。ピーマン大旅行だな。移動するしかねえ。潰してもいなくしてもいいもの考慮していくと、まあまあまあ、これは回転できない。こんなんどう？こうで、あ、いや違う。はい、すいません。めちゃくちゃ悩みましたが、やっとわかりました。ここに移動してあげて、これを押し込んで、そうするとちょうどここに入って、こうですね。よかった、終わった。お！お、なにこれ？ミニアニメーションいちいちかわいいな。お弁当持ってけよって感じかな。はい、というわけでまだまだ続きます。お、新メニューだね。
これって、お、デザートじゃないですか。鮭と近すぎんだよとか思うんですけれども、ちょっとこれぐらいは溶けそうだな。一回やってみようかな。これどうなの？あ、OK。まあシンプルですね。というふうに可愛いパズルたくさん続きますので、これで今僕は結構解いたか、40問ぐらいと、ん？じゃあ9面あるから、40個解いたか解かなかったぐらいですかね。まあポンポンいくんで楽しめますね。というわけで、なかなかね、途中からは考える要素も出てきますが、全体的な雰囲気が和やかだし、まあ、こういった図立つ系のパズルっていうのも、あんまりスイッチではどうだろうな。僕も全部遊んでるわけじゃ当然ないんですけど、ないかなと思うので、結構新鮮な気持ちで楽しめると思います。じゃあそんな感じで、こんなお弁当パズルを紹介してみましたので、まあ、猫のイラストも可愛いので、気になる人は遊んでみてください。結構、暇つぶしというか、短い時間をね、楽しく過ごすにはいいゲームだと思います。じゃあそんな感じで今日はおしまいといたします。さよなら。